はい、今回紹介したいのは、はい、これです。プラスチックのキーホルダー、プラキーホルダーなんですが、はい、Y2K を思わせるようなデザインと質感、素材です。ハートとカラフルな丸があったので3つ買ってきました。1個100円なんですが、このようにもう王冠がついていて、いろんなお気に入りのキーホルダーを下げれる仕様になっています。はい、一つ使ってみようと思うんですが、せっかくなのでハートのキーホルダーを使ってみたいと思います。こんな感じで保護シールがついているので剥がしちゃいます、ね、いつも保護シール剥がすの忘れちゃうんです。ゴシールを剥がすとこんなにピッカピカのプラキーホルダー、めっちゃ可愛い。そして合わせて買ってきたのが、じゃん、ちょっと目があったので思わず買っちゃいました。アニマルのライオンのキーホルダー。そしてなんといってもこれ、エコバッグ、200円なんですが、大きく使えて小さく収納できるというエコバッグ買ってきました。そしてまたまたエコバッグ、迷彩柄のエコバッグも買ってきました。これはちょっとかわいい。このね、キーホルダーに何を下げるかで年代ってわかりますよね。この200円のエコバッグ気になるんですが、広げると横45センチ、縦が40センチまで大きくなるそうです。素材はナイロン 100% です。ではここはゴムになってます。そしてお、薄い。お、あ、すごい、巾着だけどちゃんと別々にならないようにつながってます。これは袋なくさなくて OK。 しかもめっちゃ薄い。わ、こんなに薄い、なんかすぐ破けてしまいそうな感じなんですけど、200円もする。シワシワ。こんな感じでめっちゃシワシワなんですが、200円もします。薄いのですぐ破けそうな雰囲気もあるんですが、強度は大丈夫なのかな。ちょっと使ってみてまた感想を言いたいと思います。そしてしまうときはね、くしゃくしゃでもいいからめっちゃ楽ちんにしまえます。畳まなくていいので楽ちん。そしてここに、ここはこれでいいかな。よいしょ。で、かわいいアニマルちゃん、ライオンも一緒に下げちゃいます。はい、なんかライオンが荷物を背負ってる感じでなかなかいいかも。このキーホルダーにつけようと思ったんですが、色合わせをするのであればこっちの方が合いそうなので、はい、では迷彩柄のエコバッグはこっちにつなげて、うん、こんな感じで、はい、こんな感じでバッグに下げようと思います。
ちなみに紹介し忘れてましたけど、迷彩柄のエコバッグは、こんな感じです。で、キーホルダーも、ここ、はい。つけたまま使える。うん、これいい。で、しまうときは、はい、じゃん。今回は今大人気という Y2K を思わせるプラキーホルダーの紹介とエコバッグとライオンの紹介をしました。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。